動物園によりますと妊娠中のアジアゾウのパールはきのうの血液検査で黄体ホルモンの数値が急激に下がったことが確認されました黄体ホルモンの低下後最短で1日平均3日で出産すると言われていて動物園では24時間体制で監視を始めました今月3日のエコー検査では、 お腹の中の赤ちゃんゾウの鼻の穴がくっきりと映っていました。一般的にアジアゾウは体長100センチ、体重100キロほどで生まれてくるということです。胴内でゾウが出産するのは初めてのことです。